宮崎満等は、和歌山県岩出市根来出身の元プロ野球選手。右投右打ち。智弁和歌山高時代、1996年には春、夏連続して甲子園に出場。春は、チームは準優勝するも2年の高塚信行がエースで登板機会がなく、夏は初戦にリリーフ登板するも敗退。高校時代のマックスは時速 142km。その後、本田技研工業に入社して、鈴鹿野球部に所属。1999年にシドニーオリンピック代表候補選手としてプロキャンプに派遣され、広島東洋カープのキャンプに参加した。広島にも在籍していた吉本良コーチの助言のもと、フォームを3クォーターに変更してから球速が時速 150km 以上を記録するようになり、キレも増したことから遅咲きながら、プロ入りへの道が開けた。2006年11月6日、鈴鹿市内で記者会見し広島東洋カープ入りを表明。広島が希望枠で選手を獲得するのは2002年の栄川勝弘投手以来4年ぶりとなる。会見ではストレートで打者を抑えていく投手になりたい。2桁は勝ちたいと意気込む。11月21日、大学生、社会人ドラフト終了後に広島と仮契約を結ぶ。入団時すでに妻子持ちで、プロ野球では珍しい子連れ入団であった。2007年3月31日、開幕2戦目の阪神タイガース戦で、リリーフとして初登板。同点の7回裏に登板し、打者2人を続けて打ち取るも、四球と長打で2アウト 2.3 塁のピンチを作り、降板。後を継いだ、佐竹健太が2連続四球で失点し、敗戦投手となる。プロ2戦目の4月4日の横浜ベイスターズ戦では、同点の6回表に登板。村田修一にプロ初被弾するも、直後に島篤信、代打、前田智則のタイムリーによって試合をひっくり返し、プロ初勝利を挙げた。その後4戦連続して、リリーフ失敗し、防御率10点台で2軍に落とされた。しかし2軍で課題の落ちるボールを習得、フォームを調整し、約1ヶ月後に再び一軍昇格。先発ローテーションに入ってからは、まずまずのピッチングを続け、9月29日の阪神タイガース最終戦では、自己最多となる7回に3を2失点で投げ、先発初勝利。先発にリリーフにと、重宝されて31試合に登板し、3勝を挙げた。2008年、前年の秋季キャンプから、投球スタイルの変更に取り組み、自慢の球威を落として、制球力向上を図った。オープン戦では、まずまずの投球で、開幕1軍で先発ローテーションの5番手に入った。しかし、先発の働きができた試合は、ほとんどなく、先発としては1勝もできなかった。制球力が向上したとは言い難く、球威を落とした分かえって痛打されることが多くなった。また、球数が100球に近づくあたりから、球威や制球の低下のみならず、明らかにフォームが崩れるなど、先発投手としてのスタミナがないことも露呈した。シーズン後半には、前田健太、斎藤悠青井ら他の若手先発投手の活躍に押し出される形で2軍に降格。1年目の成績から、ほとんどすべての数字を下げた。2009年は5月に1軍に登録されたものの、登板のないまま2軍へ降格。再昇格もなく3年目で、初の1軍出場がないシーズンとなった。2軍では先発ローテーションを任されたが、防御率 5.49 は、規定投球回数に達した投手では、リーグ最下位だった。同年のオフに、背番号が16から54へと変更になった。2010年2011年も2軍では登板したものの1軍戦に出場することはできず、2011年10月13日球団より戦力外通告を受け、現役を引退した。2014年から、ホンダ鈴鹿在籍時の監督でもあった、高橋宏明が監督を務める英和商事ウィングで投手コーチを務める。2016年の学生野球資格回復研修を、受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より、学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより、学生野球選手への指導が可能となった。2020年限りで、英和商事ウイングが無期限休部となった。スリークォーター気味のフォームから繰り出す、マックス時速 153km のストレートと、時速 140km 台の高速スライダーが武器。他の球種は、フォークシュートカーブ。スライダーとシュートは、スリークォーターにフォーム改造したことによってキレが増した。ただ、フォークは、制球力が悪く、ほとんど使っていなかった。プロ入り直後の投球内容の悪さから陥るボールは、やはり不可欠だということで精度を上げた。ありがとうございます。